はい、2023年5月30日、どうしましょう。もう5月末です。あともう少しで、もう少し2、3日で6月になっちゃいます。5月30日火曜日になりましたので、ハンドメイドキッチンソイドハ87回目になります。あ、ニコヨコさん、ありがとうございます。こんばんは。よろしければですね、コメントしていただけると嬉しいです。今日のテーマはですね、違う分野の人とつながろうということについてお話ししようと思います。ニコヨカさん、もしよろしければですね、今日のテーマと全然違うことでも構いません。何かね、コメントしていただけるとですね、私も盛り上がって 話も弾みますので、コメントしていただけると嬉しいです。で、ちょっとだけね、自己紹介させていただきます。なんか、インスタライブやると鼻が痒くなるんですよね。何なんでしょうね。なんだっけ、手織りの教室とアルメニアンレース教室をやっています、ゆさあきこゆあです。手織りの教室はですね、特に20年以上、25年、26年目からもうなんかカウントできないぐらいやっています。カルチャースクールからね、独立しても16、7年目になります。なんとかね、赤字にならないで、コロナ禍でもですね、赤字にはならないでやっていくことができています。その経験を生かしまして、去年からですね、こんなですね、ハンドメイド教室いろはなどというインスタライブを始めました。今日でね、87回目になります。なんとかですね、はやろうと思っております。ちょうどですね、7月か8月、7月いっぱいぐらいで多分ね、100回ぐらいになるんじゃないかなっていうぐらいな感じです。まあ、たまたまその辺がね、100回になっただけの話なんですけれども、さて今日のテーマはですね、違う分野の人とつながろうということでお話しするんですけれども、大体ね、なんとなくなんで違う分野の人とつながったらいいかっていうこと、なんとなく察しはお付きになるんじゃないかななんて思うんですけれども、2つですね、ちょっとね、このね、なんで違う分野の人と交流した方がいいか、つながっていった方がいいんだ、いいかっていうことについて、ね、私2つちょっとね、思うところがあるので、このことね、話していこうと思います。一つはですね、もうなんとなくすごくわかるかとは思うんですけれども、あ、ちなみにニコヤカさんは、なんかハンドメイドのね、このね、緑のね、アイコンは記憶にあるんですが、何をやっていらっしゃるか、何を作っていらっしゃる方なのかまでちょっとごめんなさい。記憶にないので、ごめんなさい。もしね、よろしければね、何々やってますとか、何々作ってますみたいな感じで、コメントしていただけると嬉しいです。でね、約30分間話しますので、コメントしておいてって言って何なんですが、ラジオ感覚でですね、ながら、何々しながらみたいな感じでね、聞いていただいても大丈夫でございます。で、なんだっけ、あ、そう。一つ目ね、なんで、違う分野の方とつながっていこうというね、ことをね、お話、つながっていったらいいかということをね、一つ目なんですけれども、まずね、刺激になるんですよね。まずこれ分かると思うんですよね、皆さんね。そう。違う分野の方って面白いですよね。そう。あ、キルド鈴木さん、こんばんは。ありがとうございます。87回目でございます。今日はありがとうございます。まずね、本当に刺激になる。全然知らないことの方がすごく多かったりするんですよね。違う分野の方って。そのほら、まあ、例えばね、キルト鈴木さんだったら、キルティングで作品を作ってらっしゃる。そのほら、ものはなんとなくわかるじゃないですか。こう、スタッキングっていうんですか、なんか、綿を入れて、87回祝、ありがとうございます。いつもね、赤い祝と拍手をいただき、感謝でございます。
で、ね、そのキルト作品っていうのはなんとなくわかるじゃないですか。でも、こういう技法があるんだとか、こういうやり方があるんだとかっていうことをですね、こと細かにお話しいただくと、楽しい。刺激になるし、その会話の中から自分のすごくね、アイディアがこう浮かんでくるんですね。そういう良さがすごくあるような気がしています。私、月1回ですね、お茶会、マスカットの会と言いまして、マスカットってね、なん、この、ぶどうじゃないですか。ぶどうというね、一房は全部ぶどうじゃないですか。でもこの一粒一粒全部美味しくて、その一粒が集まって、ぶどうというね、美味しいものになる。ですから、違う分野の人たちが集まって、一つのぶどうになるみたいな、そういうね、お茶会をしてるんですけれども、そういうお茶会っていう言い方おかしいんですけど、コンセプトはですね、ちょっとだけ丁寧に、丁寧でいたいねっていうのがコンセプトなんですね。つまり、生活全般はね、丁寧にできない。全部は無理じゃないですか。まあ、やれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。全部は無理だけど、ここだけはこだわって、丁寧にやってるんですっていう方たちの集まりなんですね。で、別に同じね、手織りなら手織り、レース作るなら作るっていうね、方がいらっしゃってももちろんいいんですよ。だから、一粒一粒違ったり同じようなことやってるけれども、それぞれ美味しいよというね、そういうことなんですけれども。まあ、それをね、月一回、集まって、まあ、先月まではズームで、お会いしてたんですけれども、先月からちょっとね、実地で会うようになりまして、面白いのよ。やっぱり。まあね、ズームでね、お話しした時もすごく楽しかったんですね。本当にね、いろんな方がいらっしゃって、まあもちろんレースでやってる方もいらっしゃいます。レジン作ってる方もいらっしゃるし、それぞれ違うんですけれども、それぞれの方のこだわりがあって、それを聞くっていうことがね、本当に楽しいんですよね。すぐなんかね、打ち解けちゃうのね、不思議なんですけれども。まずね、そういう良さがすごくあるんですよ。で、アイデアも違う分野の方と話すことによって、自分の作品のアイデアにこう、つながっていくっていうね、なんかね、不思議な感じもあります。で、先月ね、お会いした方自分の手作ってるものね、持ってこれるものでしたらね、持ってきて、ちょっと皆さんと見せ合いながら喋りましょうっていう形で、お会いしたんですけれども、私のね、レース作品、こう見えてレースの作品作るんですね。アルメニアンレースっていうレースなんですけれども、洋服の、七分袖にちょっとね、それが十分になるようにね、十分っていうんですかね、長袖になるように、レースを今施してるんですね。で、それをお見せしたんですけれども、ある方がですね、ちょっとこのね、襟もやったらっていうふうにおっしゃったんですよ。あんまりね、初め私、その、襟にやるつもりはなかったんですね。っていうのは、ちょっとデコラティブになりすぎちゃうと、ちょっとなんかこう、変に野暮ったくなっちゃうかなと思って、やらないつもりだったんですけれども、不思議なもんですよね。他の方に言われると、ああ、そうか。じゃあ、ちょっとだけやってみるっていうのもいいかなっていうふうにね、なんかこう、ストンとそのアドバイスがですね、私の中に入ってきたんですね。だから、まあ、もちろん同じね、その方はね、銀線を使ってこうね、作品を作ってらっしゃる方なんですけれども、やっぱりものづくりの方だからこそこう言ってくださるアドバイスっていうのもあるのかもしれないんですけれども、全く違う分野でありながら、そういう方のアドバイスがストンと入ってくるっていうね、面白さもあったんですよね。感じたんですよね。そう。その方の、アドバイス全部やらなくても、ちょっとだけこうアクセントで入れるといいかなっていうふうに思えたんですよね。そんなふうにですね、自分と
全く違う分野の方とつながることによってアイデアだったり発想だったりがもらえるというのと、なんかね、頑張ろうって思える不思議なんですけれど、ああ、あの方頑張って、どんな風に頑張ってるんだったら、ちょっと私も頑張ろうかな、なんていう風にも思える。ということもあるのと、あ、まずやってみる。そうですね、本当ですね。いろんな方とね、会ってみるっていうのは本当に面白いことですよね。こうやって切ると鈴木さんも全然ほら、キルティングと、ね、テオリー、ね、違います。ますけれどもね、なんかやっぱりこうものづくりということで共通するんでしょうかね。ね、お話といってもね、直接会ってはいないですけれども、こうコメントしていただけるということもあってですね、お話弾みますよね。で、違う分野の方とですね、お会いすると、あ、この方とこういうことやったら面白いかなとか、こういうコラボレーションしたら面白いかなとかですね、そんな風に思えるんですよね。私、テオリーでですね、ちょっと透け感のある布も作ってるんですね。レースも同じなんですけど、こう見えてですね、繊細な布が好きなんですね。で、テオリーの教室では、そういうのを、あんまり教えてないんですけど、繊細なね、こう、透け感のある布を私自身は作ってるんですよ。私さん、テオリスキさん、こんばんは。ありがとうございます。今日はですね、そう、テオリやってらっしゃいますが、違う分野の人とつながろうというね、テーマでね、お話ししております。でね、何話そうとしたんですか？そう。若い時からですね、20代の時から、この頃はね、教えることが多くて、あんまり作品展やらないんですけれども、テオリの布と、作品展のギャラリー借りてね、ランプを作る方と私よくね、3、4回ね、作品展やりました。っていうのは、テオリの布をね、こう天井からバーッと下げて、ギャラリー全体を薄暗くして、その方の作ったランプで、そのテオリの布に影ができるんですよ。そのね、コラボレーションがすごく良くて、違う分野の人とあえて私はですね、作品展やってました。そうするとですね、その空間自体がなんかね、パワーアップされるようなね、そんな気さえするんですね、私。で、ね、違う分野の方とつながっていくと、そういう、まあ、いいところがあるんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。で、ね、今日ね、わたーしゃさん。来てくださいましたけれども、もちろんね、同じ分野の方とつながるっていうのもね、もちろん悪くはないです。ね、ただ、同じ分野の方でもほら、だと、どうしても、あ、こういうやり方してるんだ。こういう教え方してるんだ。あ、こういう折り方があるんだ。っていうようなことは感じられますよね。で、どちらかというとですね、まあ私の場合なんですけれども、同業者的な感じになるんですよ。ね。情報収集的な感じになりがちな感じがしてるんですね。私としては。いや、キルスですが。違うものが合わさると新しいものが生まれますよね。そうなんです。でね、不思議なことにですね、私のテオリー教室、私かどうかわかんないんですけど、今はね、いらっしゃらないんです。キルトやってる人がね、かっこすごく多く習いに来ました。やっぱりこう、布を作りたいみたいなんですよね。そうなんですよ。やっぱり違う分野の人が来るとですね、ここからがちょっと本題なんですけれども、同じインスタなんか見ると、フォロワーさんをね、見ると、自分のテオリだけなら、テオリだけをやってる人がフォロワーさんに多かったりしません？そうすると、ちょっと損だなと思うんですよ、私は。もちろん情報収集ということもできるし、同じで、ね、テオリという部門で、協力し合って、何か同じことで、イベントをやるときに本当に協力し合えるとは思うんですね。でも、生徒さんにならないじゃないですか。ね。もちろん自分のレベルがね、あまり、こういう折り方を習いたいから、この方に習う。っていうようなね、そういうことを技術的なことをね、
自分がない部分を違う方に習うっていうことはあり得るかとは思うんですけれども、だってインスタのね、フォロワーさん見てると、同じ分野の人がすごく多いことが多いんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。そうするとですね、長い時来てくれにくいじゃないですか。で、ここちょっと本番、本番っていうか、ハンドメイド、言うよね、ハンドメイド教室のいろはなので、ハンドメイド教室としてはですよ、生徒さんになってもらいたいじゃないですか。フォロワーさんとか、興味を持ってもらいたい。と思うとですね、あんまり同じ分野の方だけにこう集中してしまうのはちょっと損なんじゃないかなと、私は思ったりしてるんですね。なので、あえて私はですね、違う分野の方に積極的にいいねをするようにしています。あと、ビジネスアカウントじゃない一般の方にもなるべくちょっといいところを見つけてね、素敵なお写真。インスタ投稿を見ていいねするようにしています。まあ、わざとというわけではないんですけれど、なるべく同じ分野に固まらないで、広がっていった方が、まあ、インスタっていうのは、特に教室の場合ね、なかなかその、ほら、実地に近い人が習いに来てくれるので、遠い人はね、習いには来れない、生徒さんにはなりにくいんですけれども、ファンにはなってもらえるじゃないですか。あ、キルト鈴木さんが一つだけ見てても、頭がこちこちになり、面白さが出ません。本当にそう思うんですよね。そうなのよね。だから、まあ、同じね、ものづくりという分野で、全然違う方の作品を見たり、その方のこだわりを知ったり、うん、丁寧さを知るとですね、あって思って、なぜか自分のやってることにピピってこうつながったりするんですよね。本当にそうなんですよ。なぜかね、手織りだけだとなんかね、出ていかない。まあこれは私がいけないのかもしれないんですけれども、なんとか折りやってるのね、みたいな感じですね。どうもこうね、同業者としてやっぱりちょっと見ちゃうのかな、やっぱり。これは私だけなのかもしれないんですけれどね。そして、あ、こういう教え方してるのか。まあもちろんね、手織りでも、私のね、手織り教室と、誰だ、あと、渡社さんのね、手織り教室はね、全然違うので、ターゲットの方が全く違うんですよね。違うんだけれども、あ、この辺をついてらっしゃるんだとか、ね、そんな風にどうしよう、私だけかな、これ。どうしよう、見ちゃうんですよね。なので、できればですね、もっと違う分野の方にフォローしてもらって、そこからこう広がっていくようなことを少し考えていくとですね、何か面白いことになるんじゃないかな。なんていうふうにも、人のね、人のアカウント見てですね、他の方のアカウント見て、あ、この方は同じ分野のね、方ばっかりが多いなーっていうのをね、ちょっと感じたりとかするとですね、することもですね、あるんですよね。そしてやっぱりこう、広がってた方が絶対いいですよね。あ、手作りに共通するものは色、形かな、そう。その通り、色ありますよね。色ある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 。色、形。そうですよね。まあ、手織りの場合はね、四角いものばっかりできるんですけど、まあ、それをね、どうやって縫うかなんですけれども、色はありますよね。色イコール、まあ、そっか。キルトの場合、糸だけどね。色ありますよね。色はあるあるある。あと、そうね。色ある。そう。やっぱりそういうのもね、感じられますよね。そう。なので、なるべく私は手織り以外の方のアカウントに行ってですね、いいねしたりとかですね、あ、この人のこの辺写真のこういうところ素敵だなとかですね、コメントしたりとかですね、しています。そのことによって、あ、
この人とこういうイベントやったら、実際にやれてはいないんですよ、全然。やれてはいないんだけど、なんかそういうアイデアもね、浮かんでくるんですよね。なんかツアー組んで、この人のなんとかに行ってみたいなとかさ、みんな集めてね、やってみたらどうかなとかですね。なんかそんな風にですね、広がっていきやすいんじゃないかなというふうに思います。多くを見る。本当ですよね。だからよくほら、美術館なんか行きなさいとかって言いますよね。まあ、あとはほら、自然に触れるっていうこともね、大切かもしれないですよね。でもやっぱり、こう、作ってあるものを見るっていうのは、自分へのこう問いかけになってきますよね。そう。で、ね、その方のね、作る過程っていうんですか、こういうところにこだわってるのとか、こういうことを丁寧にやってるのとか、そういうことをね、直接聞くっていうのもいいんですよね。面白い。すごいなんかね、興味をそそられるというか、私はね、そんな風に感じるんですよね。で、さっき言ったように、まあね、生徒さんになってもらえるかもしれない。そう、さっきのね、キルティングのね、生徒さんが以前多かったっていうのは、私もそのキルトを習いに行くこともできるし、キルトをやってる方のキル手織りをやってくれる生徒さんになれるか、せこいかもしれないんですけれど、同じ分野よりは、ね、そういう可能性もちょっと広がりますよね。この2点をね、やっぱりちょっと、一つ目はね、そう、刺激になるというか、アイデアもらえる。二つ目はですね、ちょっとハンドメイド教室、ファンを増やす。教室という観点からして、違う分野の人と、コロナさんにいっぱいいた方が広がるんじゃないかな。っていう、この二つの観点でですね、今日はですね、違う分野の人とつながろうというね、ことをお話ししました。まあね、大体ね、このテーマになるっていうことはですね、そんな風なことを言うんじゃないかなっていうふうに思っている方もいるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。で、私のね、お茶会のお話でございますが、お茶会でね、全然違う分野の方、ちょっとだけ丁寧に、丁寧でいたいねっていうコンセプトでですね、作品展をですね、11月にやります。あ、私はボケ防止に。でもものづくりをするって考えるし、指が動くので、確かにそういう面はありますよね。本当本当あります。手織りも思い切り、あとね、糸の計算とかするの時に、作品、いわゆる算数が必要になってくるんですよ。足し算と、引き算と掛け算と割り算。それぐらいなんですけれども、それもね、頭使いますよね。あ、ギャービング、寺田さん、読めなくてごめんなさいです。はじめましてかな？なんとなくこのアイコンに、覚えがあるような気がするんですけれども、もしよろしければですね、コメントしていただけると嬉しいです。そう、何話してたんだっけ？何話してたんだっけ私。そう。忘れてしまいました。そう。そんな感じ。あ、そうそう、計算する。そう。ものづくりって指使うし、考えながらね、自分と対話しながらやるから、ね、そういうボケ防止になりますよね。でね、手織りの場合はね、糸の計算っていうのがあるんですよ。縦糸ね。何本必要で、何メーター必要で、で、どれぐらいの糸の量が必要かっていうのもですね、計算しなきゃいけない。まあ、電卓ね、スマホの電卓使ってもらうんですけれども、やっぱそういうのもですね、小学校3年生か4年生レベルの算数なんですけれども、それもですね、かなりね、頭を使うのでね、いい頭の体操になります。あ、手作りに向かう気持ちは同じかも。そうなんですよね。物を作る、ゼロのものを
何かこう形にしてこう表現するという意味ではですね、違う分野の方とはと全く同じなんですよ。だからすごく面白い、そのこだわりとか丁寧ポイントを聞くと、みんなでおーとかね、へーとかね言いながら、質問もいろいろ出てですね、すごい打ち解けるのも早いんですよね。そうなんですよ。で、そういう仲間がね、集まってですね、ここはちょっと宣伝なんですけれども、11月にですね、東京のね、狛江というところに、ね、ギャラリーがありまして、そこでですね、作品展をですね、みんなでやる予定になっております。全然本当にね、違う分野の人たちばっかりです。まあね、レースっていうね、方もいらっしゃいますけれども、面白くなるようにですね、私がですね、いろいろちょっとプロデュースといったらちょっとカッコつけなんですけれどもですね、演出もね、多少してですね、統一感出るような作品展にしていこうかなーなんていうふうにね、思っているところでございます。とにかくね、同じものを、そうね、まあこれは本当にね、私のね、考えですけれども、あ、キルト鈴木さんから3拍手いただきました。ありがとうございます。これがね、今年の、作品展うまくいったらですね、来年も、再来年もっていうね、ちょっと調子こいてですね、やっていければなぁなんていうふうに思っています。ね、違う分野だからこそ、こう、その方のものづくりに対してこう、リスペクトというんじゃない、まあリスペクトですね。敬意を表せるところってすごくありますね。面白いんです。面白いことに。まあ面白いことにって言い方おかしいですけどね。はい。で、今日は87回目でしたけれども、明日、明後日、木曜日、6月1日になります。6月ですよ。あと半年で、また1年終わっちゃう。6月1日はですね、88回目、88末広がりでございます。テーマはですね、生徒さんには、完璧を求めないっていうことについてお話ししようと思っています。なんか台風がのろのろと、どうしたらそこから棒を曲がっちゃうんでしょうかね。この沖縄あたりがぐーっと曲がってきそうでございますので。あ、すぐ正月。いや、本当にそうですよ。その前にクリスマスあるから、クリスマス。いや、でもすぐ正月です。夏終わるともうすぐ、クリスマス、正月ですよね。本当に。気をつけてね、キルト鈴木さんのね、お住まいのところ。台風近づいておりますので、皆さん気をつけていただければと思います。それでは今日は終わりにします。ありがとうございます、キルト鈴木さん。